ようこそみんどうも、そうじゃないそうです。ということで、先ほど、乃木坂46分 TV 終了しまして、まあ、このね、乃木坂46分 TV では、嬉しい、楽しいお知らせがありますよ、っていうのでね、えー、皆さん、なんだなんだっていうね、期待してたと思うんですけれども、発表されまして、えー、まあ、まずちょっとね、そのことを話す前に、この配信40、乃木坂46分 TV の感想を話していいですかあの、こたつが良かったです。<laughs> 小学生の感想か、お前、えー。そんなことはどうでもいいんですけれども、いやでも、本当なんか なんかもう配信としてもすごい良かったというか最高だったライブ映像が見れたわけだから、まあね、お知らせの1つ目でもあった『イレブンス・バスラの、ね』のブルーレイヤの DVD が発売されるということで Day1 から Day5 のこう1曲を見せてくれるっていうメンバーとしかもこたつにいるメンバーと一緒に見れるっていう感じで、まあ、配信自体もねもすごい最高だったよっていう感じだったんですけども、まあ、最後の方にですねお知らせ2つ目ということでありましてついに来ました「のんき坂 4612th year バースデーライブ開催決定!」。 いや、来たね、ついにね。いや、嬉しい、ありがとうございますと。 いうことでまあまあバスラなんじゃないかとこう予想してた人も、ね、多かったと思うんですけれどもおバスラでしたよともういこれが一番嬉しいからこれが一番嬉しいお知らせだったからそれが来ましたよということでまあちょっと簡単にですねトゥルブスバスラの情報を話していきたいなと思うんですけれどもまず、ね、日時ですね開催日時が日時時間ではないね開催日が3月7日から10日3月78910の4日間 4days での開催ということになりました。まあ2月 ではないけどままあまあほぼ2月みたいなもんね <laughs> ほぼまあまああその、ね、2月20とかいつもやってるあたり近くではある3月7日から10日8日間 4days ということになりましたそしてですね会場なんですけれども埼玉スーパーアリーナということになりましたいやこれね久々ですよねまあ46分 DB 内でもね餃子ちゃんとか話してましたけれどもフィフスバスラ以来の埼玉スーパーアリーナということでめっちゃ久々ですね、えー、まあ僕は行ったことないかな埼玉スーパーアリーナ個人的に行ったことない ので初めてのもう行く気満々で草だけど <laughs> 行く気満々やんって感じだけど、えー、現地行けるとしたら初めての、ね、埼玉スーパーアリーナーっていう人も多いんじゃないでしょうか会場埼玉スーパーアリーナーいいですねありがとうございます、えー、そしてですねこの「1 2 t h b ス s r a がコンセプトっていうのも、ね、発表されまして、まあ、去年だったらね「1 1 t h b a s r だったら全体ライブや「鬼滅ライブ」があって、まあ、卒業コンサートっていうね、えー、形でありましたけれども今回今年「1 2 t h ブスバスラはですね今までのの乃木坂46の歴史を 4Days4 日間で振り返る内容のライブになるみたいです3月7日が2012から143月8日が2015から173月9日が2018から20203月10日が2021から現在ということで、えー、まあデイワンから順番に、えー、古い順にというかあまあその年の曲であったりとかをどんどんこう披露していく乃木坂の歴史を振り返っていくっていう内容のバスラにライブに、ねえー、なるみたいですいやこれもめっちゃよくないです かあこれぞバスラというかああ本当になんかバスラー。 がが帰っっっててきたなっていいうう感じがちょととするというかねえ、まあ、今までのバスラも,もう最高でしたけども、まあ、バスラといえばやっぱこのねバースデーですからあ乃木坂の今までの歴史を振り返っていくようなライブなのかなって個人的には思ってるんで、えー、ザ・バスラってバスラといえばっていう,うような内容のライブになってるんじゃないかなと思うし当たり前ですけど4日間とも全く違う瀬戸りになるし全く違う内容のライブになるっていうことだからこの4日間でバスラでぐらいバスラぐらいでしかやらないようなレアな 曲とかも見れたりするだろうしなんかこっちとしてもというか僕としてもだってあのリアルタイムでね追ってない時期が2日間ですからあ僕は大体2017年ぐらいから好きになったんで,、えーまあ、で初日3月7日の2012から2014なんかはリアルタイムでね,でねってね 乃木坂のこと知らなかった時期でもあるし、えー、でまあ2日目もほとんどね、えー、まあ知らなかった時期、まあ、後々こう知っていったみたいな好きになってから知っていったみたいなところもあるんで、まあ、そういうこうなんだろうところでこう、ね、当時の曲もちろんね知ってるし。 めったにこう聞かない曲とかもあるのかなと思うんでそういうところはやっぱ勉強し直さないとなというかねまたちょっとこう、ね、昔の乃木坂もちょっと見ていかないとな見てこのバスラ行きたいなみたいなバスラ見たいなみたいなそう,いう感じでコールとかもさある,かあると思うんで。 そういうのをちょっと振り返らないとなってね、個人的には思ってるんですけれども。いや、まあ本当にでも、バスラといえばっていうね、えー、最高の、最高のライブになることは間違いないですよ。<laughs> これは最高ですよ。チケットに関しては、近日発売、モバイル選考始まるのかなだが、まあ、次の乃木坂工事中終わりぐらいとかですかね、ちょっとわかんないですけども、まあ、チケットはあ後日、近日発売予定ということになってるみたいなので、行きたい人しかいないと思うんでね、応募お忘れなくといった感じで、えー、今回はですね、乃木坂46分 TV でついに、 12th year verse live 12th b a s s l a の開催が決定しましたよ。っていうことでね、発表されました。ということで、えー、動画ちょっとね、緊急なんですけどもやっていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ